さんに襲われた時、いささかも騒がず驚かず指一本で身を守る術。この鮮やかな真理こそ八甲流の極意です。流とは、熟僧奥山隆法師が素手でも相手から身を守るために武芸十八般を極め尽くした末に編み出した護身術です。昭和16年、東京は神田お玉ヶ池に道場を開いて以来20年、現在は大宮に八甲塾本部を設けて大勢の門弟の指導に当たっています。少年ながらすでに八甲流の技を身につけた奥山宗家の次男俊夫君に負けるものかと、ロケに同行した護身術には心得のない玉木史郎君が勝負を挑みました。鮮やかに逆を取られて驚いています。このように八甲流の護身術はいざという時の役に立つというので大変な評判を呼び、入門者も後を絶たず稽古に励んでいます。それでは奥山先生に、いかなる場合でも身を守れるという八甲流独特の秘術を公開していただきましょう。一つ一つに無駄がなく、完成された芸術を見るような気持ちになります。身を守るばかりでなく、後方視圧気泡学と家庭整骨法の秘伝があり、骨折、捻挫はもちろん、医療や神経痛など諸々の病気に悩む人を助けてもいます。八甲流を歌う東谷菊園氏の名調子を聞きながら、師範印花の式を見ることにいたしましょう。こんな武道の達人でも、暗夜の通手は避けがたし、言いをつかれちゃどうにもならぬ、それは昔の言い草で、武芸の司御神道八甲流はそうじゃない、どんな腕力暴力も恐れずわずかに指一本で軽くいなして退ける、己はもとより相手にも死ぬせずして堂々と心の
長年に渡って解かれる代理と今や関東の埼玉県の中心地たる大宮市森のうちは東本部新たに新宿百人町に東京本部が設けられ心の守りの守り尊い和田を台東区線と訪る人も数知れず国の内外凡人実に婦人にも老人にも簡単に覚えられる発酵流は当世流行りのインスタント護身術とでも言えましょうか。こうして発酵流は遠く海外からの注目を集めるようになり、昭和35年11月奥山塾僧はハワイに招かれ、その妙技と話術で日系人の間に大変な人気を博し、ついにハワイ支部が設立されました。今では現地の人までが入門を請うありさまです。さらにアメリカ各地に渡った多くの門弟が彼女の人々の称賛と信頼を得た結果、発酵流支部は続々と誕生する機運にあると言われ、奥山塾僧の渡米を促す声がしきりです。指一本の護身術発酵流が世界のスポーツ界に仲間入りした柔道と並んで日本の武道として広くその名を轟かせるのもそれほど遠いことではないでしょう。